皆さんこんにちは、小野田道久です。今日も高尾プロよろしくお願いします。ではなくて、今日はですね、違うプロの方をお呼びしております。まあこのプロの方ももう現役は終えてるんですけれども、まあ、僕も対戦経験が数多くありまして、一回も勝ったことがありません。ですが、やはり彼の素晴らしいところをちょっと今日は引き出していきたいと思うんですけど、早速お呼びしたいと思います。この方です。どうぞ。鬼田道久。近藤裕樹プロです。お願いします。よろしくお願いします。早速来るんですね。早速来る。ここでしか分かんない。分かんないですね。分かんないです。あのダブルスを何度か、ね、はい。バンコクフューチャーズで組ませていただいて、はい、ちょっと組んでフューチャーズで一回優勝したことあるんですけれども、まあこのチャンネルに遊びに来ていただいたわけですから、はい、やはり近藤流何々、まあ、そこをちょっと教えてもらいたいなっていう、わかりました、というふうに思うんで、今日はちょっとさすがにあのいろんなショットありますけど、やっぱりボレー、視聴者の方が一番使うボレーを、はい、近藤流ボレーをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけれども、チャンネル登録よろしくね。じゃあまずやっぱり大事なのはグリップということで、近藤プロの、まあ、グリップどんな感じでフォアボレーをちょっと握ってるのかちょっと教えてもらえます、はい、こんな感じで握ってます。結構厚い、ちょっと厚いですね、はい、我々多分、まあ、高尾プロもちょっと薄めな感じ、こういう感じで握ってるんですけど、結構厚めです。ちょっとカメラに、はい、どうでしょう、見えますか。フェイスがもともとこう上に向けやすくなるのかな、こういう風になんか上飛んじゃいそうな感じがするんだけど、そうですね、フォアはもともとこれ、はい、で、あのバックボレーの方が僕はあの得意で、フォアボレーがうまくいかないことが多くて、それでそのフォアボレーに合わせたグリップを見つけたらこれだ。あ、じゃあ最初は薄かった、最初はもっと薄かったです。そこから薄くて、特にフォアのローボレーですね、ローボレーがうまくいかなくて、あのハイボレーはちょっとこう上からスッとこうスライスかかるんですけど、低くなればなるほどちょっと上から入ってるだけだと上になかなか上がらない、うんうん、なるほど。でそれでちょっとこの厚めに、もうあのスピンも打てるぐらいのグリップで、いやべこそのグリップなんか多分一般のレッスンだと、はい、多分このフォアのグリップのちょっと厚めでボレー打つっていうのはまあ、ご法度というか、はい、やっちゃいけないよっていう教え方があったんですけど、はい、ちょっとこれはだいぶ熱いね。だいぶ熱いです。なんか手首が返っちゃう感じがするんだけど、まあ、そこのギリギリ返らないぐらいのところで、で特にローボレーをですね、あのヘッドをちょっと立てるっていう意識で打ってたんですけど、あえて寝かせるように、じゃあ手からすぐこうやって上に向くようにしてるんだ。そうです、そうです。でそれで打つようにしたらこの下の方がうまくいって、なるほど、で上はもうそのままあの得意だったので、なるほど、ちょっとまたパターンが違いますよね。これもいろんなやり方がある中で、もう僕なんて完全にこういうコンチネンタル、はい、はい、薄いですよね。 そこからフェイスをこうやって開くタイプだったんですけど、これだったらもともと上向くから自分でこうやらなくてもいいのかもしれないですね。はい、なるほどなるほど。じゃあこれをワングリップでフォア、ローボレーとかミドルとかこのハイも全部このグリップ、はい、持ち替えずに、なるほどなるほど、はい、でそのままバックも打ちます。あ、じゃあこのワングリップでこっちも、そうです。あ、確かにバックのボレーは僕も結構熱いわ、はい、こう、あ、ここはないな。まずはテイクバック、打点のところにテイクバックしたいんですけど、打点のところにテイクバック、はい、で、振らないで打つのだったらちょっと打ちながらでもいいですか、はい、どうぞ、はい、ちょっと出してもらっていいですか。こう真後ろにセットすると当てるだけならこの方法なんですけど、この軌道よりもちょっとあえてずらすんです。ってことは引くってこと。そうです、引くんです。僕はテイクバックをすることを意識してます。テイクバックをするタイプ、しないタイプ、はい、っていうことだね。そうです。でフィニッシュは当たったら終わり、フォロースルーをしない。今まで、あの、ごめん、あの、我々この番組やってきて、はい、高尾プロもそうなんですけど、ボレーのフォローするがあった方がいいって散々言ってきたんだけど、なんかしなくていい、はい、僕はしない派です。あ、じゃあこの回やめましょうかしない派、しない派。じゃあテイクバック大きくてインパクトで終わり。そうです、そういうやり方もあるんだ、はい、
このカメラさんに向かって打つとすると、これで終わりです。え、ここから、はい、こう行くことはそんなにない、意識しない、実際に本当にここで止まることはなかなかないんですけど、はい、まあここで終わってそのまま次構えるぐらいのイメージ。映像ではまあ多少こうはなるけれども、自分の感覚的にはこうテイクバックしてここで終わり、ここで終わりです。それは強いインパクトがいくってこと、いくしずれないんです。ここから持ってこうとするので違う方向にずれてしまうっていう僕の感覚なんです。それは昔から、はい、いや、その20後半ぐらいで気づきました。なるほどなるほど、はい、だってダブルスで日本ランキング1位ですから、その時からまた変化してこのやり方になった。そうですね、はい。確かに結構本当だ、効いてる。それってちょっと感覚的に振り遅れたりしないの、はい、こうやってやっててレートヒットになる。当然振り遅れることはちょっとありますね。相手のボールが思ったよりも速かったり、自分がちょっと力みすぎたりすると打点が狂うことはあるんですけど、この当たったところが正確に思ったところで捉えた時にずれることはすごく減りました。あ、そう、はい。なんかこうやった時点でもう右にしか行かないんじゃないかなって気になるんだけど、はい、ここで合わせるんだ。そうです。それはここのボールもそう。そこもですね、この場合はちょっと横にカットするんですけど、ああ、そうだね、アウトサイドインで少しカットして入る、はい、あ、フェイスが、はい、あ、本当だ。なるほどなるほど、アウトサイドインで肘が少し中に入って、はい、ボールがシュート回転かかっていくっていう、はい、そこで引っ掛けるわけです。そうです。あ、けどフォローする、僕だったらこう来てこうやってなっちゃうんですよ。フォロースルーが出ちゃう。はい、でも違うんだ。それをできるだけ少なくする。この方が確かにインパクトが強い感じがしますよね、はい、加速が入ってインパクトするっていう。ちょっとゴルフのアプローチに近いと思うんですけど、ここから持ち上げるというよりかはパチンとドンと落とすっていう、落とすっていう風に教わりますよね。なるほどなるほど、はい、ゴルフやりますもんね。あ、そこから来てる、そこからそこから来てるゴルフから来てる。あ、確かに。あとはそのラケットのこの重さ、はい、重さでいくっていう感じなのかな、はい、へえ、ちょっと僕と感覚がちょっと違うな。僕はね、どっちかっていうとやっぱりグリップが薄めでフォローをこうやって前にこう出していくタイプなんですよ、うん、ちょっとじゃあ厚めでやってみようかな、はい、厚くてちょっと近藤流を試してください。あ、確かに強いインパクトいくな。あ、スピードは出るどうですか、スピードは、スピードはやっぱり、あ、だいぶ出る。けどこう構えた時にフェイスこっち向いてるから、はい、ちょっと打つの怖い。けどここで合えば、あ、でも強いインパクトがいく。え、でも少し手首はこうなって戻るでしょ。そうですね、はい、こう使うよりかはこの位置です。こうは使ってなくてこの上にちょっと上げるの。そうですね、はい、あ、上にこう上げるんだ。そう、その使い方です。横ではなくてそっちじゃないですね、上に使うんだ、はい、ちょっともうちょっと、お、あ、確かに強いインパクトいくな、はい、お、今のです。結構いい。どうですか、結構いい、変えちゃおうかな変えちゃおうかな。あれ、ありかも。はい、ちょっと止めてください、打点で最後。え、止まってない。それを、はい、バチッと。お、どうですか、打ちたい方向で。結構強い。お、あ、シャープなボレーだと思うんですけど、タコプロに怒られちゃうかもしれない内緒で乗ってます。あ、けどやり方としてはこれもありですね。新しい発見があるな、はい、あ、そこでインパクトバン、じゃあ速いボールが来てもそこで合わせれば基本飛んでいくってこと。そうですね、相手のボールがよりスピーディーだったらテイクバックもちょっと小さめなんですけど、それを小さく、はい、バチッと。え、
これは誰に教わったの？自分で言う？それとも誰かのコーチがいて？グリップちょっと厚くするのはコーチに、はい、提案してもらったんですけど、この引いて止めるっていうのはちょっと自分流です。はい。そうなんだ。はい。ここか。確かにこの時間差がこう少しできて反動でこう行くっていうのはなんとなく分かる感じがする。はい、多分こう視聴者の方もいろいろこう悩んでる方が多いと思うんで、はい、グリップこうしたらこうどうがいいかなって考えてる人が多いんですけど、これ結構おすすめかも。スターテニスアカデミー。ちょっと今まであの僕と高尾プロが教えてたボレーのフォローがあった方がいいっていうのとまた逆に、はい、テイクバック大きくフォロー小さくっていう新しい理論だと思うんですけども、はい、まあ、これも試す価値がありそうですね。だいぶそうですね、強いインパクトになりましたし、はい、ちょっとパワーを加えるっていうのと、うん、コースの安定性っていうのが出るのかなっていうふうに思いますね。フェースは別にこう立てなくてもいいし、若干こう寝かせてても、はい、インパクトが強いインパクトがいくっていう、はい、まあ、これ視聴者の方もぜひ一回グリップを少し変えてみて、テイクバックを大きく、そしてインパクトで止めるっていう、まあ、この新しい理論をちょっと試していただいたらいいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!